はい、ヒルビール放送局、今日のダイエット、違う、今日のアウトプット、まこねーです。今日も私と一緒にダイエットの勉強をしていきましょう。このポッドキャストは、日本ダイエット健康協会の公認インストラクターになると勝手に決めているまこねえが、っと、自分の勉強のために今まで学んできたことを資料にまとめ、皆さんにお知らせしているというアウトプットの、えっと、プレゼン的な あの、アウトプットになります。なるべくね、あの、音しか聞いてない方でも分かりやすいように進めているつもりです。なんで最後まで皆さんお付き合いください。で、本日はレッスン4、体脂肪率の基礎知識、問題13ということになります。では早速13の問題を見ていきましょう。 今日の問題13はこちら。えっ、ー、と、肥満の原因となる体脂肪率が少なければ少ないほどいい。丸かバツか。うーん、なるほどねー。そう。まあやっていきましょう。まあそうもそ、あ、今回のね、えっ、ー、と、テーマはこちらです。まあ、 えっと、体脂肪の役割と種類というテーマでやっていきます。まあ、脂肪にはね、えっと、体脂肪には、皮下脂肪と内臓脂肪があります。はい、まあ、まあ、そんなにあの、今となってはメジャーな言葉ですよね。<laughs> 皮下脂肪と内臓脂肪。まあ、それぞれについて見ていきますね。 まあ、皮下脂肪は、まあ、その字のごとく、皮膚の真下にある脂肪で、全身に分布してます。はい。全身ね、あります。でですね、まあ、ヒ脂肪の役割としては、結構重要で、外部の衝撃から内臓を守る。 うん。まあ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 、まあ内臓ばっかりじゃないですけどね。あの、まあ、全身に脂肪があることで、まあちょっとね、あの、ぶつかったりしても、あの、大事な器官が、あの、損傷しないっていうことですね。そして、えっと、ここも非常に重要。えっと、体温保持や長期間にわたる気餓状態に備えたエネルギーの蓄積であると。うん。まあ、要するに、長い期間、あの、ぺこぺこの中でも、あの、うんと、 脂肪をね、あの、もう一回分解してエネルギーに変える。そのための貯蔵施設なんで、貯蔵されてるエネルギー源なんだよっていうのが、まあ、皮下脂肪のいい役割です。では、内臓脂肪はどういうものかと見ていきましょう。内臓脂肪もですね、内臓脂肪は主にお腹周り、腸、腸肝膜周辺に付着。まあ,まあ、まあ、まあ、まあ。 ま、言いづらいですけど、あの、と、ぽっこりお腹の、まあ、お腹の周りですよね。<laughs> お腹の周り。はい。じゃあ、まあ、その役割とはというと、そう。こちらもね、臓こちらね、まあ、主にですよ、臓器を支えて定位置に固定する。まあ、もし、体の中に、あのね、内臓脂肪が全くなかったら、もうね、あの、体中の中で内臓がぐり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 動いて、 もう、大変なことになるじゃないですか。そう、お互いに傷つけあったりして。そう。それをさ,すさせないために、あの、内臓脂肪を低位置にね、固定する役目も内臓脂肪が、と、あの、やってるんですね。で、同時に短期間の飢餓状態に備えたエネルギーの蓄積。うん、まあ、短期間ですよ。さっきの、えっと、皮下脂肪は長期間に わたるね、エネルギーの、気餓状態に備えたエネルギーの蓄積に対して、内臓脂肪は短期間で、えっ、ー、と、短期間のね、気が状態に備えたエネルギーの蓄積となります。まあ、もしかしたら、まあ、私の勝手な考えですけどね、あの、腎臓や肝臓に近いから、まあ、分解して再エネルギーにしやすいっていうことかもしれませんね。はい。で、えっ、ー、と、その、 はい。で、それ以外にも、えっ、ー、と、体脂肪にはいろんな役割があるんですが、それがこちら。実は、それ以外のね、体脂肪の役割としては、ホルモンを作り出す内分泌管、内,内分泌器官の役割を果たしています、まあ。要するにホルモンを作るにも、体脂肪はあの役に立っているということです。はい。まあね、これまで見ていくと、体脂肪のイメージが結構変わってきますよね。と でですね。とはいえね、実は男性と女性で、あの、脂肪って結構ね、違うんですよ。それがこういうことですね。はい、まあ。えっと、皮下脂肪の場合ですよ。皮下脂肪はどちらかというと、女性につきやすく、まあ、つくとね、すぐ体型に変化してきますね。まあまあ、体に分布しているので、あの、つくと、やっぱりね、あの、うんと、 まあ最初はね、ぽちゃぽちゃって、あの、服薬、服薬化になったっていうような感じですけど、まあまあまあ、うんと、度が過ぎていけばいくほど、どん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 、見た目も大きくなっていきます。はい。で、うんと、ただね、疾患リスクは少ない。まあ要するに内臓周辺じゃないので、疾患リスクは少なく、の代わり、まあ長期間のね、あの、うんと、 リスク回避のためのエネルギー源になるということで減らしにくいという特徴があります。そう。まあ、皮下脂肪はね。じゃあ、内臓脂肪はどうかというと、先ほどの皮下脂肪が女性につきやすいのに対して、えっと、だあの、内臓脂肪は男性につきやすく、内臓の前につくだけに、えっと、疾患リスクも非常に高い。そう。 で、まあ、か、特に過剰に、もうお腹ぽっこり、もうで、でっかいお腹をね、あの、してる、あの、おじさま方、まあ、男性の方々は、まあ、しっかりリスクが高いので、特に気をつけてください。その代わり、まあ、あの、うんと、減らしやすい、割合とね、あの内脂、内臓脂肪は減らしやすい、えっと、脂肪ということで知られています。そう。 まあね、私の場合は、あの、減らしやすい脂肪を減らして、減らしにくい、あの、減らしやすい、ね、内臓脂肪を減らして、えっと、減らしにくい皮下脂肪を蓄えるためにホルモン治療をしたいって言うんだから、まあ、本当アホですね。<laughs> はい。まあ、今日のね、テキストはここまでになりますが、では最初の問題を振り返ると、 肥満の原因となる体脂肪は少なければ少ないほどいいこれはバスですねはいえっと先ほどお話しした通り、あり体脂肪にもね内臓脂肪と皮下脂肪 どちらにもそれぞれ役目があって、しかも、あの、かなり重要な役目を果たしているということで、あの、少なければ少ないほどいいっていうことはないです。ただ、多すぎてもリスクがあるわけですから、まあ、適度な量の体脂肪は必要だということになります。まあ、それで、まあ、今日のあの学びはここまでになりますが、では、明日はこちらです。 筋肉を成長させるために、タンパク質はいくら多く摂取してもいい。問題ない。あるか、ばつか。まあ、タンパク質といえばプロテインですけどね。プロテインドリンクをあの、365日、毎食全部飲んでるでもいいかどうかっていうことですね。まあ、どうでしょう。皆さんも考えてみてください。まあ、そんなわけで今日の学びもここまでとなります。まあ、最近はね、 大体10分くらいで収まるようになってきたので、まあいい感じですね。<laughs> そう。まあそんなわけで、えっ、ー、と、今日も最後までご視聴ありがとうございました。そう、この、えっ、ー、と、今日のアウトプットは毎日お昼の12時に配信しています。ぜひまた明日もね、私と一緒にダイエットのお勉強、お付き合いください。まこねでした。バイバイ。またね。また明日。